もがさき横穴母群は7世紀後半から8世紀前半に作られた横穴母群で現在の宮城県仙台市大白国津沢にある。1988年に東北工業大学国津沢キャンパスの造成工事中に発見され、25の横穴墓が確認、調査された。現存しない。茂るが先は大都寺山の古名である。 王都寺山の中原では、王都寺山横穴母群、三沢横穴母群が見つかっており、茂ヶ崎横穴母群や、周辺の他の横穴母群と合わせて、高山横穴母群という。茂ヶ崎横穴母群が作られたのは、山の南斜面、小さな短い谷に面したところである。発見されたのは25基だが、未発見のものがまだある可能性が高い。谷は埋め立てられ、 東北工業大学に津沢キャンパスの駐車場になっており、元の地形を伺う,うことは難しい。横穴墓が造成された時期には、南西に数キロメートル離れたところに、当時の道の区国府である氷山遺跡があり、高山横穴墓群には、これとの関連が指摘されている。重機を入れての工事中に発見されたため、発見時点で上部や全部が崩されていたものが多かった。 地上部への出口まで確認できたものは一つもない。壁には、のみのような工具の跡があり、原質、原門、沿道の三つの部分からなる。原質は、遺体が置かれた部屋である。その平面は方形、隅が丸い方形、または、それが歪んだ四辺型で、一辺は150センチメートルから340センチメートルの範囲に収まる。一部を除き、床に、 排水のための溝が掘られていた。5機は床の上に全面的に小石を敷き、5機は一部分に小石を敷いた。天井はドーム型かアーチ型で、高さは100センチから218センチメートルである。原室への入り口部分は、そこに至る沿道より、幅が狭い。それが原門で、ほとんどの横穴では、幅は60センチから85センチメートルに収まるが、 4 0ンチや1 3 5センチメートルのような例外もある。高さまで判明したのは5機コしかないが、低いもので8 3ンチ、高いものでは1 3 5センチメートルあった。原門には閉塞口を備えたものが9機あった。床に細長い溝を切ったもので、そこに板を差し込んで扉にしたと考えられる。扉の缶抜きを差し込んだと思われる穴も2機で見つかった。 閉塞石は一気にあり、人の頭より大きな石を置いて、通行を断っていた。沿道は原室まで続くトンネルで、幅75から170センチメートルである。高さが分かったのは2基だけで、95センチと190センチメートルであった。長さは不明である。横穴からは、弾き8、末木17、玉類416、金属製品48が見つかった。 発掘された弾きは月六、高月一、亀一、末期は月一、平平三、長首都坊6、長継瓶三、短継瓶一、亀三である。曲が玉は長さ三センチ前後の目能性が八、長さ1七センチのガラス性が一で、京急見つかった。壁玉性の下玉は長さ二から四センチ程度のもの五つ見つかった。 六角形やソロバン玉の形にカットした、長さ1.2センチから2.6センチの水晶性、切子玉が5つ、翡水製の丸玉10、蛇紋岩性丸玉2、材質不明の丸玉2、琥珀性の扁平な夏目玉6、材質不明の夏目玉2、黒い塗料を塗った、材質不明の薄玉7、その他薄玉5があった。しかし最も数が多いのは、 計3から4ミリのガラス製小玉で329あった。5ミリ程度が7、1センチ程度のガラス玉は17である。これらの玉類には、いずれも紐、糸を通すための穴がある。金属製装飾品として、銅にと金した耳輪が3つ、4号横穴からだけ、出土した。物器類としては、自家刀5点、刀装具1点、唾1点が見つかった。 鉄属が18点、弓の飾りにする両刀金具が11点あり、トースは6点あった。3号横穴では5体分以上の人骨の断片が出土した。1人は小児で、4人は男女の成人と推定された。1988年4月5日、東北工業大学の日沢キャンパスの造成工事中に穴と人骨が見つかった。後に人骨は、 数十年前のものと判明したが、横穴の方は古代遺跡とわかり、仙台市教育委員会が緊急調査を実施した。4月7日、8日、11日から18日までの日程で11基の穴が発掘調査された。そのうち一つは第二次世界大戦中の防空壕であった。調査を終了した当日に1基が見つかり、これをその日のうちに調査し終えた。 工事が再開された後、4月28日にまた、横穴が5基見つかった。5月6日から16日の調査で、2次調査分は14基になったが、1次調査の時と比べ依存状態は悪かった。横穴の端だけが検出されたものもある。これら調査の終了後、遺跡は破壊された。ありがとうございます。